アンドネルとして知られたアンド・ゼンブラッドはアメリカ合衆国の作曲家、作詞家で代表作はジャズのスタンダード曲柳を泣いておくれ。ロネルはネブラスカ州オマハに生まれウォルター・ピストンの下で音楽を学んだ。またラドクリフ・カレッジを卒業した。ロネルはドロシー・フィールズ、ダナ・スイース、ケースウィフトと共に女性の作曲家、リブレット作家としては 最初期にハリウッドやティンパンアレーで成功を収めた一人となった。ドネルはカートゥーン映画3匹の小豚のためにディズニー最初のヒット曲狼なんか怖くないをフランク・チャーチルと共に書いた。ドネルはブロードウェイミュージカルカウントメインの歌詞と音楽を手がけた。彼女が楽曲に歌詞を提供した映画作品にはシャンパン・ワルツや 風鎖戦などがあり、映画音楽のスコアを担当した映画には、G.I. ジョーや、クルトバイル、オグデン・ナッシュのミュージカルを映画化した、ビナスの接吻、マルクス兄弟のラブハッピーなどがある。ブロードウェイへの道では、音楽監督を務めた。第18回アカデミー賞では、G.I. ジョーの楽曲、リンダでアカデミー歌曲賞にノミネートされ、また、この映画のスコアに対して、 ルイ・アームストロングと共にアカデミー作曲賞にもノミネートされた。ロネルは一時期ジョージ・ガーシュウィンと恋愛関係にあり、当時彼女が作詞した有名な曲が柳よの相手遅れであり、ニューヨークの作曲家たちの間では、この曲を実際に書いたのはガーシュウィンで、その著作権を彼女への贈り物としたのではないかという憶測も流れた。しかし、この説は実証されていないが、 この曲がブルースの影響を受けていたガーシュウィンのスタイルと非常によく似ていることは確かである。ロネルはプロデューサーのレスター・コーアンと結婚した。夫妻の間には子供はできなかった。ありがとうございます。